京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズの1回戦です。解説は富山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、まあ、野球やって楽しんでるという感じですよね。本当にそうですよね。さあ、そしてバッターボックスには福田が入っています。気をつけたいバッターですね。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、初球打ち金村抑えてワンアウト。まあ、初球から打ち上げてくれて助かりましたね。まあ、まだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあ、この場面で打席には3番の中村が入っています。大きく枠を外してきます。高めのボール、打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ツーアウトです。さあ、そして打席には井上が入ります。さあ、ツーアウトながらピンチは続きます。まあ、やはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。高め打ちました。切れていきます。ファウル。このピンチ見逃しで三振を奪いました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。まあ、予想以上に伸びてきたって感じでしょうね。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。守ります。1回の裏バファローズの攻撃です。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますマリーンズはご覧のような守備陣です。マリーンズマウンドに上がるのは先発の石川。どんな投球をしてくれるんでしょうか。バッターはヒース。昨日のゲームではなんと6安打の大活躍でした。いやー、本当に大爆発でしたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。高めのボール、切れました。ファウルボール。ノーボールワンストライクです。外は入っています。あっという間にツーストライクです。変化球が低めに外れます。4球目は何で来るか。大きく外れました。高め打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。ツーボールツーストライクです。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキー金村。前回のゲームで猛打賞を記録しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制セーフ。まず何を投げてくるか。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。全くその通りですね。よどい球、わずかに外れています。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ。藤岡一塁へ、アウト、ワンアウト。まあ、ここは繋いでおきたかったんですけどね。バッターボックスのデイビス、今シーズン得点圏での打率は6割4分8厘となっています。切れていきます。ファウル。痛烈な打球、行きましたね。スタンドに突き刺さった。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ、今シーズン第10号のツーランホームランになりました。第10号バファローズ先制しました。
2対0になりました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、本当に見せてくれますよね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。バッターは DH 小栗。昨日はホームランを含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズ見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。2球目は何で来るか。ドカーンと大きな当たりです。高く上がって入った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いや、本当にうまく反応しましたよね。初回から徐々にリードを広げています。バッターは九里。バファローズさらに得点を上げ引き離しています。初球は何から入ってくるか。インサイド外れます。アウトコースファウル。これもファウル。5球目は何で来るか。打った。大きな打球になった。この当たりはどうか。ボールはそのままフェンスに直撃。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスにはローズ入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。さあ、まず1球目。初球打ち、センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。センターが取りました。2アウトです。繋げなかったですね。貴重な追加点というところでした。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく、下がって、入りました。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。バッターは注目のルーキー村上。前回のゲームでは4安打を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。バファローズホームランで得点を挙げています。バッター、これはどうだ。取った。アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかし、この回バファローズ3本のホームランが飛び出しました。2回の裏バファローズの攻撃、バッターは水口。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで2回の攻撃に入りました。3球目打ちました。外野大きな打球になった。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。
これで10試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。最初は変化球できました。バッターのヒース、今シーズンの得点圏打率は6割9分2厘。入れました、ファールボール。ワンボールワンストライクです。引っ張った、井上、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。打席には2番バッター金村。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。さっきはいい、打ちました。大きな打球になった。伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズリードを6点に広げています。いいコースですが外れています。これが2球目。打った、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、レフト見送った、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ8対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは4番小栗。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。9対0。いやー、これは失投でしたね。そうですね。打席には5番バッター栗。先ほどはツーベースを打ってますから、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。インコース決まった。打った、取りました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ここは当然という交代でしょうか。マリーンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の田中。さあマウンドに上がったのは田中、今シーズン7試合目の登板です。これが1球目。初球ボール。さてバッターのローズ、どういったタイプのバッターでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。ああそうですか。次が3球目。インコース決めました。2ボール2ストライクです。走ってきた、ヒットエンドラン、セカンド取った。2アウトになりました。これは進塁打になりました。バッターは7番鈴木。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい。バファローズツーアウトにはなりましたが、ランナーを進めています。低め外れました。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。バッターよく我慢しました。しっかりと見極めています。まずは変化球。これは手が出ないか。すぐに追い込みました。打ちました。ショート取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。これから3回の裏、バファローズの攻撃。バッターボックスは9番水口。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで
序盤3回の攻撃に入りました。アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。初球ボール、次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。なるほど、さあどう来るか。インコースを厳しく攻めます。ストライクが入りません。ファウルになります。ここはバッターが打ってくるタイプかどうかの見極めが大事ですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。打ちました。これは大きい、伸びていく、どうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。2番バッター金村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放ったランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあ得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど、ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。切れていきます、ファウル。今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね、打ちました、またファウル。インサイド、弾き返した打球はレフトへ、この打球はフライになっています。レフトが取りました、ツーアウトです。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかも。打順は3番デイビス。大きくリードはしてますけどこの後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。初球打ち、ここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですからやはり低め中心のピッチングになると思いますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。一塁はセーフ、スライダーが決まります。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました、これはどうか、ピッチャー取った、二塁は無理、一塁送球アウト、ツーアウト。打順は5番レアード。まあバファローズバッテリーとしてはまあリードしてるんで余裕はあると思いますけど雑にならないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。ここもファールです。アウトコース打ちました、ここはフライになっています。サードが構えます、金村掴んで3アウトです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。9対0バファローズ大量リードしています。マリーンズのピッチャー、これから4回の裏バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのは東、今シーズン7試合目の登板です。アウトコース見送っています。打ちました、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。まずは見送ります、ワンボール。外、バッターボックスの九里、今シーズン得点圏での打率は7割8分3厘となっています。打ちました、これはどうか、ヒットになった、セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、10対0、バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスには6番ローズ。これが初球、初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。さあ2球目は何か、ファウルになります。ストライク、ワンボールツーストライクです。
ランナーは動けず見逃し三振です。ワンアウトです。打席には7番バッター鈴木、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナー二塁です。打った、高く上がった、レフトセンター下がっていく下がっていく、真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、11対0バファローズ。ちょっと一方的になってきました。まずは見送ります。ワンボール。2球目打ちました。掴んで2アウトです。2塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。5回の裏バファローズの攻撃、バッターボックスには9番水口。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。ちょっとタイミングが合っていません。打ちました、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。甘いコースでしたが見送っています。次が2球目、落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。今のはよく我慢しましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。これが4球目、高めへのストライク。さあバッター追い込まれています。ファウルになります。打った、高く上がった、さあどうだ、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、12対0バファローズ。なおもマリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のハーマン。さあマウンドに上がったのはハーマン、今シーズン初登板です。さあ初球は何か、高めのボール、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、13対0バファローズ大量リードとなっています。打席には3番バッターデイビス。打った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、届いた、ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ15対0さすがクリーンナップという一発でした。バッターボックスには指名打者の小栗、今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いやちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。いい当たり、ライト下がっていく下がっていく、ライト見送った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン、三塁回って今ホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターボックスには5番クリ、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはしてますけど、ジャストミート、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。これで6連打、ノーアウトランナー2塁です。6番バッターローズ、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね、バファローズこの回7人目のバッターになります。2球目は何で来るか、打ちました、これはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、三塁を回っていく、
セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。打順は7番鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えて初球打ち。この打球はフライになっています。サードが落下点に入ります。バッターボックスは8番村上。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打ちました。レフトに強い打球伸びていく。どうだどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。9番バッター水口。前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんで。ここも初球打ち。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。バファローズ大量リードとなっています。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の東条。さあマウンドを任されたのは東条。今シーズン3試合目の登板です。初球は何で来るか。引っ張った。一塁線破っていった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。2番バッター金村。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。さあ外してくるのか。インコースの変化球見ています。打ちました。取ってツーアウトです。バッターボックスには3番デイビス。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。引っ張ったレアード。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、このピンチの場面、力のこもったボールで三振に切って取ります。ピンチをしのぎます。その裏、得点圏にランナーを置いて迎えるは3番デイビス。甘い球を見逃しませんでした。バファローズこの一発で先手を取ります。6回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。バッターは小栗。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね、はい。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。5番バッター九里。今日はここまで4安打を記録しています。いや絶好調ですよね。まあここも引っ張った。この当たりはどうか。一塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターボックスは6番ローズ。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。うん、そうですね。外へ持っていきましたが入りません。打ちました。これはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。ライト掴んでワンアウト。三塁へ送球する。バッターボックスには7番鈴木。今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。2球目打ちました。ここは打ち上げています。サードが構えます。
8番バッター村上、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはインコース詰まりました。ここはフライになっています。サードが落下点に入ります。レアードが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。バッターボックス井上、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。力のあるストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは5番レアード、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ワンアウトランナー1塁です。3球目は何で来るか、打ちました。水口アウト、際どいタイミングでしたが2塁フォースアウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。小宮山さん、7回でこれだけ点差がついている場合、ベンチとしてはどういった考えを持っているものなんですか。まあもうほぼつないでつないで勝てるという感じになりますんでね。ベンチワークにも注目。点差が大きく開いたリードの場面でバファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の川口。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球打ち、伸びていく、外野ヒットになりそうだ。これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー2塁です。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれます。初球打ち、打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事な一発が飛び出しました。バッターボックスは2番種村。バファローズホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。これは大きい、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフト下がっていく、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これが今日4本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは4番小栗。さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。ここは内と外の使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打った、中村抑えてワンアウトです。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。バッターボックス栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。一、二塁間、内野を抜けていきます。これで6打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは松永。さあ、マウンドに上がったのは松永、今シーズン5試合目の登板です。ここでバファローズ代走を送ります。新井ファーストランナーに入ります。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。田村が掴んで2アウト。7番バッター鈴木、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。
初球大きく外れています。アウトコース外れます。ボール先行です。引っ張った、取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。8回の裏に入りました。バファローズの攻撃、バッターボックスは8番村上。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。今のファールの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。打ちました。これは大きい、伸びていく、外野へ、まだ伸びている、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか。高め打ちました。センターに強い打球、さあどうだ、センターが取りました。二塁送球アウト、ダブルプレー。打順はトップに帰ってキース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。ツーアウトになっています。しっかり捉えた、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックス金村、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあキャッチャーと三遊間、レア取って、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。打順は2番福田、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。一塁牽制セーフ、また牽制、一塁はセーフ、ファウルになります。まあここは臭いところも手を出す可能性もありますから。変化球で空振りを取ります。これで2アウト。3番バッター中村、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナー一塁です。一塁牽制セーフ、これが2球目、胸元へ決めてきました。ストライクです。156キロ、これが3球目、これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。際どい、膝元よく見ていきました。これが5球目、変化球空振り、試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあそうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。
京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか？まあそうですよね、そろそろ負けるんじゃないかなっていうことを考え出しますね。なるほどね。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには福田、そして一塁ランナーは荻野。走ってくる可能性も。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。いや痛いですね、先制のランナーですからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい。中へのストライク、バントしました。取りました。一塁へ送ります。バファローズさらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。いやー角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい。低めにランナー見逃し三振。キャッチャー送球して。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあただね、勝負強いバッターを迎えてますから、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒すべき井上がバッターボックスです。さあ3球目は何か。外を低め決まってストライク。さあ4球目は何か。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。なるほど。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。さあそして打席にはレアードが入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。外れました。次が4球目。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりとコントロールできてますからね。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。守ります。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど、先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。マリーンズマウンドに上がるのは先発の三馬。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。さあバッターはヒース。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。ファウルになります。あっという間に2ストライクです。外れてボール。打ちました。痛烈。これもファウル。低めは外れました。見逃し三振。ワンアウトです。バッターは注目のルーキー金村。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。三馬、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー三馬、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをバファローズ打線がどうか。ファウルになります。外のスライダー、ワンボールツーストライクです。打った。レフトに大きな打球。この打球は落ちそうだ。レフトオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。
バッターのデイビス、今シーズンの得点圏打率は6割5分1厘となっています。いや、すごい数字ですね。まあクリーンナップを任されるだけのことはありますよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。ファウルになります。打ちました。これはファウルになりそうです。またファウル。ここもファウルです。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。今のはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから期待していいと思いますね。このチャンスに期待がかかる小栗、バッターボックスです。打ちました。一塁ファールフライ。これはスタンドへ切りました。ファールボールです。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。打った。高く上がった。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット1対0バファローズ、試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。果たしてこの後追加点が入ることになるのか、はたまた食い止めることはできるんでしょうか。ここで突き放しておきたいですよね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから非常に期待がかかりますね。はい、その期待のかかる栗が打席に入っています。打ちました。伸びていく。どうだ。入ればポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。さあ外してくるのか。よく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。空振り三振。前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。バッターは9番に入っている藤岡。ここのところ当たりが出ていません。フォアボールのランナーが出ています。高めギリギリです。次が3球目。打ちました。村上一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。ゲームはこれから2回の裏に入ります。バファローズの攻撃。打順は6番ローズ。バファローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね。序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。ファウルになります。これもファウル。またファウル。打ちました。右中間に強い打球。右中間破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには鈴木入っています。初球空振りです。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じです。2球目打ちました。取ってワンアウトです。つなげたい場面でしたからね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますからどう打ち崩してくれるかが楽しみ。打った。左中間に強い打球。これはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット2対0になりました。バファローズなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。この調子でどんどん行きたいですね。まあ彼は勝負強いバッターですからチームとしては。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。
ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いや、うまく打ちましたね。これはまたしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。打順は1番に帰ります。バッターヒース。バファローズホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが。初球打ち、ヒットになった。これで3連打。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには2番金村。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。ナイスセーフ。盗塁成功。さあ、チャンスになりましたよね。やはり足がある。2球目打ちました。センターの前に落ちました。3塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。5対0。バファローズリードを5点に広げています。バッターボックスは3番デイビス。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球ボール。1塁牽制。1塁はセーフ。さあ2球目は何か。スライダー決まります。1塁牽制セーフ。内へ低めの変化球。ワンボールツーストライクです。インコースファウル。打った。レフト下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。これで5連打。ワンアウトランナー3塁1塁。打席には4番バッター小栗。リードはしてますが、まだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打ちました。これは入るでしょうね。ライト一歩も入った。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これで8試合連続のホームラン。初球でした。体の近く引っ張った当たりはスタンドへの特大アーチとなっています。追加点が入りました。オリックスバファローズ8対0。頼れる4番の一振りでした。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧。バッターは5番クリ。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。これで7連打。ワンアウトランナー1塁となりました。ここは当然という交代でしょうか。マリーンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の田中。さあ、マウンドを任されたのは田中。今シーズン8試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。初球空振りです。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して、ナイス成功です。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。ああ、やはり引っ張った。これはどうだ。取った。一塁送球。これでマルチヒット。ランナー三塁一塁となりました。バッターボックスは7番鈴木。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。体に近いところ。打った。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。三塁線落ちてフェア。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。9対0。バファローズ大量リードとなっています。バッターボックス水口。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いやー、赤星さん、これは絶好調。打ちました。センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。11対0。バファローズなおもチャンスです。バッターボックスは9番村上。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。初球打ち。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。打順はトップに帰ってヒース。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。打ちました。
ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、12対0。バファローズちょっと一方的になっています。バッターは2番金村。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。ナイス盗塁成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。打ちました。取った。一塁送球。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。2回終わって12対0。バファローズのリード広がっています。赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか？そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる印象がありますね。本当そうですよね。甘い球を見逃しません。ワンボールツーストライクと追い込みました。4球目は何で来るか。打った。ボールを拾って一塁アウト。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のマリーンズの先発は序盤大量失点で交代した美馬。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。ファウルになります。ワンストライクです。ランナースタート。キャッチャー送球して、ナイスセーフ。盗塁成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。ああやはりそうですか。バッターボックスの栗、今シーズン得点圏での打率は7割。引っ張った。取った。一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の東。バッターボックスローズ。リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。いいところから落としてきます。3球目は何で来るか。外、これは際どいが外れている。スリーボールになりました。打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。センター深いところ破っていきました。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、13対0。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターボックス鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったです。初球打ち、この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、14対0。バファローズ大量リードとなっています。打席には8番バッター水口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打った。レフトバックする、バックする。レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー3塁2塁。初球は何から入ってくるか。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ボールになります。ボール先行です。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負、打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。ショート取った。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。打席には2番バッター